藤市長にお話をお伺いします。九州北部豪雨災害による甚大な被害から本日で52日が経過しました。佐藤市長、これまで市民生活の再建に向け全力を注がれてこられたわけですが、現在の阿蘇市の様子をお聞かせください。はい、52日間無我夢中で走ってまいりました。多くの市民の皆さん、そして多くのボランティアの皆さん、多くの関係の皆さん方の力によって、どうやら復旧の道が見えてまいりました。これからはいよいよ復興の時でありますけれども、仮設住宅もできましたし、またこれからの地域および大事な緊急砂防事業もほぼ今見えつつありますので、この安心安全に向かってしっかりと大きな一歩を踏み出してきた、そのように今感じております。でもこの復興が一番大事であります。この災害を忘れることなく、将来において安心安全な地域をきちっと作っていく、そのことが一番だと思っておりますので、今その方向に向けて取り組んでいる最中です。いろんな面での復旧が予定より早く終わったと思いますが、どうでしょうか。はい、より早くということで今進めてまいりました。しかしながら、一つの国の機関、県の機関というものがあって、農地とか農作物、そしてまたいろんな河川の氾濫、ここについてはどうしても査定という言葉があります。もうやがて現地で査定を関係者の方々が来ていただいて行っていただくわけでありますけれども、私としては早くこの査定も終わっていただいて、そして復興に向けて大きな一歩を踏み出していきたい、そういう気持ちをいっぱい持っておりますので、早くそのことを実現をしたいと思っております。地域におかれましては、住民の方々がですね、ボランティアの人たち、1万4000人ぐらいの方々で来られたということなんですけれども、非常にありがたかったと感謝の口々に申されています。そのマンパワーといいますか、その温かいお気持ちについてはどうお考えでしょうか。はい、今全くその通りだと思います。これだけの甚大の被害を受け、そして床上床下ともに土砂がいっぱいありました。とてもとても一人の人間の手では片付くことではありませんし、多くのマンパワーによってこの度早く復旧をできたと思っております。やはり人と人をつなぐ、そういう大きな関係をこれからも阿蘇市は築いていく、大きなものを教えられたような気がしておりますので、大事に大切をしながら、そして加勢をしていただいた方々には心から感謝を申し上げたいと思っています。多少ですが、風評被害の方も少し懸念されました、そちらの方は観光と農業についてですけれども、はい、そうですね、特に観光の問題については、災害の後崖崩れがまた起こるのではないだろうか、あるいは道路が切断をされたりと大変危険な場所が大きかったのは事実ですけれども、おかげさまでこれも復旧を全線果たすことができました。安心安全にこの阿蘇にも来ていただけますし、ちょうど災害が起こってからここ52日間においては、当時は 50% の観光の減でありましたけれども、だん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 多くの皆さん方の力を得て 20% は回復しつつあるなだと思っております。あと 30-40%、 これからもしっかりと地元である私たちがこれからは力を出して、そして元気になりましたよ、おかげさまでこれからも頑張ってまいりますから、よろしくお願いをしたい、そういう発信を私たちが地元からしていかなければいけない、そう思っております。そうですね、そういった面が一番の恩返しになるかと思います。そういう災害を受けて、これから阿蘇の将来はどうなっていくんだろうか、もちろん一番大事なことは自分たちが住む場所、または河川が氾濫するんではないだろうか、あるいは外輪山の山が崩れて土砂災害に遭うんではないだろうか、そんな危険な思いがたくさんおありだと思います。私は先般
国の方に行ってまいりました。そして県の方にもしっかり行ったこと、それはこういう特異的なカルデラ地形であるから、地形と地質と地層専門的にこの際きちっと調査をしていただいて、専門家によるエキスパートを集めて早くチェックをして、危険な場所そうでない場所を見極めながら安心安全に永久に安心して住める、こういう阿蘇を築いていきたいということで、すぐ検討会を立ち上げていただくようにお願いをしました。おかげさまでそれぞれ同調していただきましたので、この9月の早い時期にまず第1回の検討委員会が行われると思っております。その時また皆さん方からたくさんいただいたご意見と危険な場所思いというものを伝えながら、より深く調査をしていただきたいと思っておりますので、またこのことについてはその調査そしてその時の会についての報告をさせていただきたいと思っております。どうかこれからもよろしくお願いをいたします。